はい、ナラフントーキングの竹雄です。今回のテーマはですね、減量中とかダイエット中におすすめの食材として僕がいつもよく食べてる馬肉についてちょっとお話ししていけたらいいかなと思います。結構ですね、減量とかダイエットしてる人で多いのが鶏胸肉を取ったりとか、まああとね、牛肉とかでもヘレとか赤身のモモとかっていうのを取る方が多いと思います。で、これなんでかっていうと、まあ要はですね、まあ肉っていうのは基本的にまず炭水化物ないんですよね。カーボがなくて、で脂質がまあ肉によってこう多い少ないあるんですが、鶏胸肉の皮を取ったところの肉っていうのはすごく脂質が低いです。うん。なのでそのローファットって言ってね、脂質取らない方に好まれてます。鶏胸肉とかね、牛のあの赤身とかですね、要は脂分がないところですね。純粋にはタンパク源として取れるっていうことですね。でまあもちろんね、鶏胸肉ばっかり食べてるっていうか、僕もね鶏胸肉食べてます。実際に低温調理とかして美味しく食べてるんですけども、そんな中でもですね、馬肉がすごくいいということを聞きまして、僕自身はですね結構馬肉食べてまして、毎朝ですね馬刺しを食べるようにしてるんですよ。でどんなものかっていうと、こういうね、こういう感じ。別にこれ企業案件でも何でもなくて、まあもちろんこんなチャンネルなんでまだあれなんですが、こう言って僕が実際に食べてるもの、これ冷凍のね、馬ヒレの馬刺しっていうのがあります。はい。で、これ何かっていうと、ホースミートパワーさんっていう、ホースミートパワーさんっていう、馬肉の、専門サイトというか、通販サイトで僕は毎回購入してまして、ここってですね、まあ有名なですね、その、フィジック選手のジンさんであったりとか、YouTuber のね、マッスルグリルの方とかっていうのが、宣伝というかね、紹介したりとか、コラボしたりしてるお店で、まあ信頼できるかなということで実際買いました。で、馬刺しのお店ですね、実際通販サイトって他にもあるんですが、いろいろ比較してみた中でも、ここは正直安いですね。はい。いい感じに安いので、ここで購入してます。で、なんでおすすめかっていうと、ここにも書いてるんですが、馬肉の栄養価がですね、すごい高いということですね。タンパク質が高くて、鉄分が多くて、脂質が低い。で、100g あたりエネルギーが110キロカロリーっていうことですね。これちょっと注意しないといけないのが、馬肉の何でもいいってわけではなくて、もちろん縦紙みたいな真っ白の馬刺しとかあると思うんですけど、あれとか完全に脂分なんで、ああいうのは気をつけてください。こういった完全に赤身のものですね。こういうのは、OK です。はい。で、このね、冷凍のヒレ馬刺しとか、あとですね、これちょっとパッケージないですけど、まあ、ユッケっていうのも売ってて、そういうのを僕は買ってます。実際ここで売ってるのが赤身のモモとロースと、このヒレと、あと、シャトーブリアンっていうなんかランクがあって、値段がちょっと違います。僕のやつこれ確か7500円。で、ロースが5900円ぐらいで、赤身が4900円っていう感じですね。1キロあたり。はい。で、大体ですね、まあ、結構バラバラなんですけど、100g から 200g ぐらい、これだと146って書いてるんですが、結構バラバラですが、こうやってパッケージングされてて、一個一個使えるようになってます。で、冷凍で届くんで、それを解凍して食べるっていう感じで、だ1回分が、まあ、計算はしやすいですね。これだと 146g なんで、僕はこれ今日食べる分なんですけど、今から 146g を取ると。で、プラス、このユッケも、これ1個 50g なんで、これでプラス50。だこれで 196g の馬刺しが取れると。で、こう考えると、今度 PFC が 100g あたり110キロカロリーなんで、まあ、190g 取るってことは大体200キロカロリーぐらい、これで取れるということですね。ほぼタンパク質でっていう感じです。はい。っていう風に言ったらいいものを取れるっていう感じです。ただですね、まあ、もちろん鶏胸肉とかって100g あたり100円とか、まあ、70円とか安く買えたりします。これ実際、1キロで7500円ってことは 100g あたり750円なんで、ちょっと正直お金かかるんですよね。なんで別に毎食これ食べるっていう話ではなくて、やっぱりその、いろんなものからタンパク質を取りたいっていうところで、まあ、牛も食べますし、鶏も食べますと。豚はちょっとね、あんまり選択肢に入れてないですが、あと魚、マグロとかサーモンとかも食べますっていう中の一つに僕は馬を入れてると。で、今結構買いやすくなってるというか、こちらのサイトすごく買いやすいですし、100g、まあ僕が買ってるのは7500円ですけど、4900円の分とかもあるんで、そっちでもいいかなと思います。ただ僕は正直全部の種類食べ比べてます。注文してて食べ比べてるんですが、コスパ的にこれがいいかなと思います。うん。100g 5980円かなのロースっていうのもあるんですけど、で、このロースとかを、買うんだったら、プラス1500円出してこっち買った方が、僕は美味しいと思うし、おすすめをしてます。してますっていうか、その僕の周りにね、馬どこで買ってんのっていうのを聞かれた時には、こちらをおすすめして、ヘレ買った方がいいよっていうふうに言ってます。はい。で、ここにはですね、他にもユニークな商品、ジンバーグとかいろいろあるんですけど、
僕はちょっとその辺はまだ試せてません。純粋に馬刺しだけで試してます。ただこの時に、これ一緒に売ってるんですよ。馬肉に合う醤油っていうね。これも同じこのサイトで買えるんですが、こちらの醤油はですね、まあ、言ったら、ちょっと甘いね、ソースなんですけど、PFC がですね、まあ、大さじ1杯15ミリあたり26キロカロリーなんですね。で、タンパク質 1.8、脂質0、で、炭水化物は 4.7。というところなんですけど、この炭水化物 4.7 っていうところの、まあ、その甘味料とかもステビアとか使ってたりとか、まあ、結構気を使ってるかなと。で、なんでかっていうと、そのいわゆるトレーニングしてる人たちが結構こぞって多分買ってると思うんですよね。その、まあ、有名なフィジークのジンさんとか、まあ、スルグリの方が紹介してるということで。っていうことで、まあ、きっと体にこだわってる、体作りにこだわってる人たちが買うもの、つまり商品もそこにこだわってくれてるんじゃないかなっていう信頼も込めて、ここの醤油を使って僕は食べてます。はい。これと、普通に生姜をおろして、これつけて食べるっていう感じですね。うん。で、これすごくおすすめで、まあ、コスト的に、まあ、OK であれば、朝からこれ食べて、トレーニングとかすると結構元気出ると思います。はい。なので、馬肉結構おすすめで、で、一応ね、リンク貼っておきます。別にアフィリエイトでも何でもなくて、ホースミートパワーの、リンクを概要欄に一応貼っておくので、もし気になる方はチェックしてみてください。はい。ではまた。